はい、皆さんこんにちは。レクセン人講師の川原と言います。では2021担当スーパー速習講座鑑定論、第1回講義を行っていきます。鑑定試験は担当と論文に分かれてくるんですが、この担当スーパー速習講座は短期間で担当合格を目指す、そういった講座になっています。なのでまずは担当式試験の概要から確認をしていきます。はい、例年5月の第2日曜日が試験日です。2021年度ですと、予定日が5月の9日ですね、予定日になっています。で、科目は行政法規とこれから学んでいく鑑定論で、2時間で5択のマークシート方式40問を解いていただいて、で1問 2.5 点と配点されてますので、かける40問でそれぞれ100点満点の合計200点満点で試験が課せられます。では合格ラインはと言いますと、願書には総合点でおおむね7割ですね、200点満点なんで140点ぐらいが合格ラインになっています。ただ最近は行政法規がちょっと難しい傾向になってますので、目指すべき鑑定理論のクリアラインは40問中30問、75点クリアを目標に学習を進めていただきたいということになってきます。はい、では実際の本試験問題ですね、確認をしていきます。はい、こちら実際の令和2年度の、実際の本試験問題です。A4 版のね、問題用紙になっています。使うべき筆記用具、注意事項で示されてますので、注意事項の4のところにあるんですが、使える筆記用具は HB または B の、黒の鉛筆ですねが筆記用具としては、ね、指定されています。シャーペンは使えないんですね。シャーペンはマークシートの読み取り機が、読み取らないことがあるので、筆記用具は HB または B の黒の鉛筆に指定されています。なので、レクの答案練習会や答練の段階からも鉛筆準備してですね、鉛筆を使ってマークをしていくようにしてください。じゃあ問題の形式がいくつかありますので、形式確認していきます。ではまずは問題22から見ていきますね。はい、内容はね、ちょっとまだわからないと思いますので、形式だけ確認していきます。で、問題22。選択肢が括弧1から括弧5という形で示されてまして、で、問題は最後。誤ってるものはどれか。誤ってるもの、もしくは正しいものを1つ選ぶ。これ、単純正誤問題と言います。続いてすぐ上、じゃ問題21見ていきますと、いからほという形で5つの記述が与えられていて、で、その組み合わせが5つですね。いろとかいにとか、5つ。組み合わせですね、選択肢が与えられていまして、で問題文最後、誤っているものを全て掲げた組み合わせはどれか、誤っているものもしくは正しいものの組み合わせを選ぶ、これ組み合わせ問題と言います。続いて問題23ですね。一定の説明文がありまして、説明文でいろはと空欄が空いていまして、空欄に入るべき5句の、ね、組み合わせが3つ選択肢と、あ、5つですね、選択肢として与えられていまして、で正しいものの組み合わせを選んでいく、これ穴埋め問題と言います。あとは鑑定理論40問中最後の2問ほどなんですが、じゃあ40問使って、はい、問題40ですね。数字が与えられてまして、で計算結果が5つですね、選択肢が与えられていて、正しい計算結果を選んでいく、これ計算問題と言います。計算問題は、微分とか積分とかね、そういった高度な数学が不要なんですけど、単純に足し算、引き算、割り算、掛け算で処理していけばいいんですが、ポイントは電卓を使えないってことなんですね。手計算で計算していかなきゃならないというのが計算問題の難しさということになってきます。では実際本試験でどういった内訳で示されていたかと言いますと、はい、令和2年度ですと、単純正誤問題が17問、組み合わせ問題が18問、穴埋め問題が3問の計算問題が2問ですね。こういった割合になっています。一番多いのが組み合わせ問題ですね。組み合わせ問題というのは、確実な知識が一つあれば、それをヒントに消去法的に正解を導き出すことができますので、なので、鑑定理論の戦略としましては、確実な過去問中心に確実な知識を増やしていくことがポイントとなってきます。10の不確かな知識よりも7の確実な知識で合格を目指す、それが重要な戦略ということになってきます。では続いて鑑定理論の科目特性について説明をしていきます。鑑定理論の学習内容としましては、鑑定士が評価をする上で判断の拠り所とします不動産鑑定評価基準、これ略して基準で、その弟分であります留意事項について単なる丸暗記ではなくて理解を伴わせて暗記をしていく、そういった内容が鑑定理論の学習内容ということになってきます。
鑑定理論というのは担当と論文両方出される科目になってきます。で特に論文ですね。論文というのはなんか自分の考え方を書くとかそういった試験ではなくて暗記してきた基準類似項を現場で吐き出すそういった試験ということになってきます。なので論文合格するためにはこの基準類似項の暗記というのが必須になってきます。一方担当式試験はマークシートですので暗記についてはそれほど意識する必要はありませんで、担当対策としては出題されやすい箇所、キーワードを中心に問題を通じて理解をしていく、これが対策としては重要になってきます。故に、問題を解きながら、アウトプットしながら知識をインプットしていく、で全体を数多く繰り返す、これ受験用語で回すというんですけど、全体を可能な限り数多く回すことが試験対策としては重要になってきます。特に初期段階は、細かいところは気にせずにですね、大枠をつかむということを意識してどん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 先に進めるようにしてください。細かいところは何回しもして、こう4回し目5回し目で5回し目でだんだん分かってきますので、特に初期段階は細かいところは気にせずに、大枠をつかむということを意識してどん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 先に進める、とにかく数多く繰り返すということを、意識することが担当対策としては重要になってくるんだということになります。はい、では、送られている、教材についてね、ちょっと確認をしていきます。はい、まずは、手元2021豪華基礎テキストというのが届いていると思います。これ講義で使う、メインテキストになってきます。で形式見ていきますと、ちょっと80ページ使って形式を確認していきます。ちょっと80ページ使いまして、まず本文はこの実践で囲まれた枠の部分ありますよね。これが不動産鑑定評価基準を表してまして、すぐ下、点線で囲まれている部分がありますね。これが弟分、留意事項を表しています。で横見出し見ていただきますと、まず担当出題年度が羅列されてますよね。で共にこう論文出題年度なんかも示されています。この基礎テキストは担当論文共通の基礎テキストということになってきます。すぐ下、効果圏24とありますね。効果圏というのは論文対策の補助教材です。なので、担当対策の方は、この効果圏というところは無視するようにしてください。あと、コメントなんかも適宜ゴミ出しにありますので、重要なコメントについては指摘をしていきます。こういった形式になっています。続いて、教材ですね。この、パワーポイント画面集というのが、お手元届いていると思います。それは、この収録で使うこのパワーポイント画面ありますよね。これを冊子状態にしたものが、このパワーポイント画面集です。こちらの講義では使用しません。復習の際の確認用の教材が、このパワーポイント画面集ということになってきます。で、続いてお手元。足別鑑定理論上下巻というのがお手元届いていると思います。こちらは令和元年度までの過去問を分野別に一問一答形式に編集した、これ過去問集です。これ過去問集ということになってきます。こちらも講義では使用しないんですけど、これ復習におけるメイン教材がこの足別鑑定理論ということになってきます。やはりちょっと形式見ていきます。じゃあ上巻の32、33ページ、見開きの形で確認していきます。はい、上巻の32、33ページ使って確認をしていきます。はい、これ見開きの形で左が問題で右が解説ですね。こう一問一答形式、丸バツの形式の問題になっています。で左の問題部のところ、横見出しのところに、重要度が星1つ2つ3つという形でランク付けされています。星が多くなればなるほど重要性が高まっています。で1つ星1つの足はですね、これ無視するようにしてください。これ過去問集なので網羅性の観点から星1つの問題を掲載しているんですけど、これ復習にあたっては星1つの問題は完全に無視するようにしてください。やらないでください。これは無視してください。復習において解くべき足別は星2つと3つについて解いていくようにしてください。で右ページ解説見ていただくと、解説文の後にこうテキスト P14 みたいなのありますよね。これ合格基礎テキストの該当ページが示されています。なので必ず足別を解いた際には、この該当する合格基礎テキストの該当ページのところにも戻って、要はアウトプットしながら、問題足別を解きながら合格基礎テキストを潰していく。これが鑑定理論の復習の仕方ということになってきます。で、続いて、令和2年度版の年度別担当本試験問題集というのが届いていると思います。これ直近4年分の本試験問題そのまま掲載した問題集です。
こちらは、こちらも講義では使用しないんですけど、最後の仕上げとして活用するようにしてください。過去問の知識は先ほどの足別鑑定理論で抑えるべきもので、こちらは、まあ、本試験問題になれるということですよね。まあ、例えば直前のゴールデンウィークぐらいに、まあ、最後の仕上げとして活用する。まあ、そういった位置づけの教材が、この年度別の担当本試験問題集ということになっています。あともう一つ、この手のひらサイズの緑色の表紙のモバイル鑑定評価基準というのがお手元届いていると思います。こちらも講義では使用しません。これ暗記用のツール本ということになってきます。論文対策としては、基準理事項を、ね、理解を伴って暗記をしていく。で、この基準理事項を、ね、持ち運びしやすいようにしているものが、このモバイル鑑定評価基準です。で、やっぱりですね、できれば、担当段階からこれね常に持ち歩いていただいて、でねちょっと隙間時間でこうねペラペラね見ていただいて、少しずつこの基準理事項の文言ですね慣れていくようにしてください。まあね、それほど暗記はね重視する必要はないんですけど、それでも少しずつね、このモバイルなんか使っていただいて、基準理事項の文言にですね慣れていくようにしてください。では、鑑定理論の全体像ですね。今回だけちょっとモバイルの表紙を使って説明していきますね。はい、モバイルちょっと表紙見てください。あ、目次ですね。目次見てください。はい、ちょっとモバイルの目次で理論の全体像を確認していきます。鑑定理論は大きく、総論と、で、ページめくっていただいて、格論という形で分かれていきます。総論は、すべての不動産共通の考え方を学ぶのが総論で、第1章から第9章で成り立っていまして、一方、格論というのは、個別具体的な案件ごとの求め方が示されているのが格論ですね。第1章から第3章。総論が9章、格論が3章で、すべてで12の章から鑑定理論は成り立っているんだということになってきます。では、実践の本試験で、どの章から問題が出されているかといいますと、はい、では、令和2年度ですと、どの章から出題されているかといいますと、これ分野ごとの出題数なんですけど、すべての章から問題が出されています。つまり、やらなくていい章というのは、ね、ないです。ただ、出題数が多い章がありまして、これ丸で囲んでいるところなんですけど、まあ、総論5章7章、格論1章3章で全体の 60% を占めています。なので、メリハリとしましては、この4つの章がまあ重要ということになってきます。はい、ではね、中身入っていきますので、お手元合格基礎テキストですね、準備をしていただきまして、目次等と飛ばしていただきまして、ページ1ページ目ですね、1ページ目を開いてください。テキスト1ページ目開いてください。はい、目次等と飛ばしていただきまして、テキスト1ページ目開いてください。はい、よろしいでしょうか。では総論第1章、不動産の鑑定評価に関する基本的考察、鑑定評価に関する基本的な考え方学んでいきます。総論第1章というのは、総論の中の総論と呼ばれるものですね。2章以降の具体的な概念の理論的根拠が示されているのが総論第1章ということになってきます。はい、じゃあ2ページ進んでください。はい、まずは第一節、不動産とその価格について学んでいきます。まあ、客体であります不動産って何なの、不動産の価格って何なの学んでいきます。その中でまずは不動産のあり方という概念について学んでいきます。では枠の中、基準の文言を見てください。基準、不動産は通常土地とその定着物を言う、土地はその持つ有用性のゆえに全ての国民の生活と活動とに欠くことのできない基盤である。そしてこの土地を我々人間が各般の目的のためにどのように利用しているかという土地と人間との関係は、不動産のあり方、すなわち不動産がどのように構成され、どのように貢献しているかということに具体的に表れるとなっています。まず冒頭から、不動産は通常土地と建物等々の定着物から成り立っています。まあ、皆さんがイメージする不動産もこの定義通りだと思います。で、土地はその持つ有用性。有用性というのは役立つ性質ということです。土地の上に建物を建てることができる。土地を使って農作物を育てることができる。そういった役立つ性質を持つがゆえに、我々の生活を活動等に欠くことのできないベースとなるものなんだ。そしてこの土地を我々がさまざまな目的のためにどのように利用しているかという土地と人間との関係は、不動産のあり方に具体的に現れるんだということになってきます。
不動産のあり方というのは簡単な表現で言いますと、皆さんが目にする街並みのことです。街並みを見れば土地と人間との関係、つまり不動産がどのように構成されどのように貢献しているか把握することができるんだということになってきます。例えば戸建て住宅が立ち並ぶ住宅街、そういった街並みを見れば、人は土地の上に戸建て住宅を建てることで不動産を構成し、戸建て住宅は人に対して住む場所を提供するという形で貢献しているんだってことです。戸建て住宅が建て並ぶ町並み、住宅、そういった町並み、不動産の在り方を見れば、土地と人間との関係ですね、不動産がどう構成され、どのように貢献しているか把握することができる。これが不動産の在り方という概念、簡単な表現で言うと、皆さんが目にする町並みということになってきます。では続きの文章、第2段落見てください。この不動産の在り方は、自然的、社会的、経済的、行政的な要因の相互作用によって決定されるとともに、経済価値の本質を決定づけているとなっています。不動産の在り方、街並みというのは、多面的な要因が相互に作用することによって決まってくる。とともに、不動産の在り方、街並みというのは、不動産の経済価値の本質、要はこれ、不動産の価格を決定づけるんだということになっていきます。街並み移管によって、不動産の価格は異なってくるんだということです。つまり、同じ形規模の土地であったとしても、都心の高級住宅街にある場合と地方の農村にある場合では当然価値が違ってくるというのは分かりますよね。つまり不動産の在り方、街並みというのが不動産の経済価値、不動産の価格を決定づけるんだということになっています。で続けて文章下から2行目、一方この不動産の在り方はその不動産の経済価値を具体的に表している価格を選択の主要な指標として決定されているとなっています。不動産の在り方、街並みというのは、価格を主要なメインの指標、判断基準として決定されるんだということになってきます。つまりはこういうことです。はい、画面見てください。多面的な要因が相互に作用することによって不動産の在り方、街並みを形成し、でこの不動産の在り方、街並みは不動産の経済価値価格を決定するとともに、価格が選択指標として不動産の在り方、街並みにも影響を与えるんだとかね、在り方と価格はお互い影響を与える二面性の関係があるんだということになっていきます。その例えばというところを見てください。例えば高級住宅街になる土地の価格は高くなり、在り方が経済価値の本質、不動産の価格を決定するとともに、一方高い土地を購入した人は価格に見合った高級住宅を建築するんだってことです。せっかく高い金額を出して買った以上、見合った使い方をするでしょってことです。価格が選択指標として、判断基準として、使い方、要は不動産の在り方、街並みに影響を与えるんだ、お互い影響を与えるように、この二面性の関係が在り方と価格には認められるんだ、どんな内容ということになってきます。皆さんが目にする街並みというのが、こう不動産の在り方、土地と人間との、ね、関係が把握できる概念ということになってきます。で続いて3ページ進んでください。で今度は不動産の価格概念を学んでいきます。はい、3ページ基準、不動産の価格は一般に括弧1、その不動産に対して我々が認める効用、括弧2、その不動産の相対的希少性、括弧3、その不動産に対する有効需要の3者の相関結合によって生ずる不動産の経済価値を貨幣価格をもって表示したものであるとなっています。不動産の価格というのは5行目、3者がお互い影響を与え合って結合することによって生まれてくる不動産の経済価値をいくらいくらという金額、貨幣額をもって表示したものなんだ。では3者というのは何かと言いますと、はい、では3者ですね、マーカーしていきましょう。これから担当対策として重要なフレーズについてはですね、マーカーをしてもらいます。では2行目効用、3行目相対的希少性、で4行目有効需要というところをマークをしてください。3者具体的には効用、相対的希少性、有効需要ですね、3つ3者マークをしてください。ではどれぞれどういった内容かと言いますと、はい、じゃあ説明文見てください。先ほど鑑定理論というのは基準類似項について理解を伴わせて暗記をしていく、でそういった学習内容だ確認しました。で理解を伴わせるというのは、こういった下の説明文を抑えることが理解を伴わせるということになってきます。でまずは効用というのはどういった内容かというと、2行目、役立つことを効用と言います。続いて相対的希少性というのは、2行目、有限で手に入れるためには対価が必要となることを相対的希少性と言います。
続いて有効需要、まあ、単なる需要じゃなくて有効需要というのは購入資金を持った有効な買い主、需要があることですね。購入資金を持った買い主のことを有効需要と言います。つまり役立つからこそ有限で、手に入れるためには対価が必要で、それに対してお金を持った買い主がいるから不動産の価格は形成されるんだ。これが3者ということになってきます。はい、上の基準戻っていただきまして、続きの文章、下から3行目、そしてこの不動産の経済価値は基本的にはこれら3者を動かす自然的、社会的、経済的、行政的な要因の相互作用によって決定されるとなっています。不動産の経済価値、価格というのは3者を動かす多面的な要因の相互作用によって決まってくるんだ。まあ、要因サイドからすると、多面的な要因が3者を通じて不動産の価格をまあ形成するんだとの内容になっています。でこの多面的な要因と価格には一定の関係がありまして、では4ページ進んでください。4ページ、では基準のところを見てください。不動産の価格とこれらの要因との関係は、不動産の価格がこれらの要因の影響のもとにあると同時に、選択しようとしてこれらの要因に影響を与えるという二面性を持つものであるとなっています。はい、下の図のところを見てください。上から、多面的な要因が3者を通じて不動産の経済価値、価格を形成する。要因の影響下に価格があると同時に、価格が要因に対して選択指標として影響を与える。お互い影響を与える二面性の関係が要因と価格には認められるんだということになってきます。はい、その例えばで文章のところを見てください。例えば不動産の取引に関する規制が緩和されると、これは行政的要因ですね、多面的要因の一つということになってきます。一般に不動産取引が増加し、不動産の価格は上昇する、まあ、価格が要因の影響下にあると同時に、不動産の価格があまりにも急騰してしまった場合、不動産の取引に関する規制を強化する政策が取れる、まあ、価格が要因、まあ、行政的要因に影響を与える、お互い影響を与える二面性の関係が要因と価格には認められるんだということになってきます。はい、では続いてですね、5ページ移ってください。では第2節、不動産とその価格の特徴を学んでいきます。不動産ってどんな特徴があるの、不動産の価格ってどんな特徴があるの、学んでいきます。まずは不動産の特徴。不動産の特徴を理解するためには、不動産を構成する基本的な要素であります土地の特性を理解する必要があります。それがこの黒帯タイトル、自然的特性、人文的特性ですね。これ土地の特性ということになってきます。では枠の中、基準4行目括弧1というところから見てください。括弧1、自然的特性として、地理的位置の固定性、不動性、非移動性、永続性、普遍性、不動性、個別性、非同性、非代替性等を有し、固定的だって硬直的である。括弧2、人文的特性として、用途の多様性、用途の競合、展開部、併存の可能性、併合部、分割の可能性、社会的部、経済的位置の可変性等を有し、可変的だって伸縮的であるとなっています。はい、任せてください。まずは4行目、自然的特性というところで、1行開けて固定的、硬直的、できれば色変えていただいて、対比的に括弧に人文的特性というところと一行分けて可変的、伸縮的ですね、マークをしてください。自然的特性で固定的、硬直的で、対比的に色変えていただいて、人文的特性で可変的、伸縮的、マークをしてください。つまり土地というのは固定的で硬直的な人文的特性と、可変的で伸縮的な人文的特性ですね。固定的で硬直的な自然的特性と、可変的で伸縮的な人文的特性ですね。こういった相矛盾する特性を土地は有しているんだということになってきます。で、自然的特性としては具体的な5つ、人文的特性としては具体的な3つですね、出てきています。それぞれ確認していきます。はい、その説明文を移ってください。そもそも自然的特性というのは、タイトルの脇、土地そのものが有する本来的特性のことを意味しています。でまずは ① 地理的位置の固定性、不動性、非移動性です。本文、土地の地理的位置は固定しており、それですね、それぞれの土地、北緯南東、東経南東という形で位置は固定しています。でその後、ここの土地を他の場所へ移動することは不可能である。例えば東京の土地を九州に持ち帰るなんてことはできないわけですね。だからこそ不動産というわけですね。それが不動性、非移動性という内容になってきます。
それで丸に永続性不変性です。土地は使用しても消耗し枯渇することはなく朽ちることもないんだということです。対比的に建物というのは使い続けると経年劣化で最終的には壊れてしまいますね。一方土地というのは使用しても消耗枯渇朽ちることはないんだ。これ永続性不変性と言います。続いて6ページ進んでください。丸三、不造成です。本文、日本の国土面積や埋め立て等により多少の変化は考えられるものの、全体量として大きく増減することはないんだということになっています。対比的にこのマーカー、フリクションマーカーありますよね。人気が出てきた場合にはですね、増産体制を整えて生産を増やすことができますよね。一方、例えば東京の高級住宅街、田園調布の人気が高まりました。じゃあ田園調布の土地を作ることができるかというと、これ作れないですね。これを不造成というんだということになってきます。では続いて丸を見てください。個別性、非同質性、非代替性です。本文、ここの土地は他の土地と区別されるべき性質を有しており、全く同一の土地というものは2つと存在しないんだということです。土地というのは全く同質な代わりになるような土地というのはないんだということで、物理的な意味において全く同質な代わりになるような土地はないんだというのが個別性ですね。非同質性、非代替性ですね。この非代替性って表現ありますね。これ総論第4章でこの非代替性と関連する議論を学んでいきますので、この非代替性というフレーズはちょっとね、記憶に留めておいてください。では続いて人文的特性です。人文的特性というのはタイトルの脇、人間と土地との関係から生じる特性ということになっていきます。人が働きかけをすることによって生まれてくる特性が人文的特性ということになってきます。では丸1、用途の多様性、用途の競合、転換日、併存の可能性です。ある土地について用途が競合、商業地と住宅地と転換農地から住宅地と及び併存店舗付きマンションとしうるとなっています。やはり対比的にこのフリクションマーカーですね。一般の際というのは基本的には一物一用途ですね。これですとマーカーするって用途くらいしか考えられないんですけど、土地というのは人が働きかけをすることによってさまざまな用途として使うことができるんだというのが用途の多様性との内容ということになってきます。では続いて丸2、併合および分割の可能性です。本文、土地は一旦区画されたとしても必要に応じて併合分割しているんだということです。つまり例えば人が働きかけをすることによって隣り合っている狭い土地同士を併合したり、あとはだだ広い土地使い勝手が悪いので人が働きかけをすることによってこう6区画とかに分割して宅地分譲していくとか、そういったことをですね、併合分割の可能性というんだということになってきます。丸3、社会的及び経済的位置の可変性です。こちらは横見出しのコメントの具体例が分かりやすいと思います。はい、社会的で経済的位置の可変性の例としては、郊外に大型ショッピングセンターが開店したことにより駅前商店街が衰退することが挙げられます。人が働きかけをすることによって郊外に大型ショッピングセンターを、ね、作ることによって、もともと駅前商店街というのは地域の中心で価格水準も高かったにもかかわらず地域の、ね、中心ではなくなってしまって価格水準も低下してしまうことね、シャッター通りになってしまうということね。人が働きかけをすることによって土地というのは社会的経済的位置が変わり得るんだとの内容ということになってきます。はい、で5ページ戻っていただきまして、続きの基準の文章を確認していきます。はい、では基準最終4行を見てください。基準、不動産はこの土地の持つ所得性に照合する特定の自然的条件及び人文的条件を予見として利用され、その社会的及び経済的な有用性を発揮するものである。そしてこれらの諸条件の変化に伴ってその利用形態並びにその社会的及び経済的な有用性は変化するとなっています。今までこう人文って自然的人文的特性というのを、ね、学んできたんですけど、今の表現の中に自然的人文的条件という表現が出てきています。条件というのは横目指し言葉の意味のところ、条件とは土地の特性が不動産に作用して個別具体的に表現された状態を意味しています。つまり特性というのは抽象論で、それが個別具体的にそれぞれの不動産に現れたものが、ね、条件というの、ね、内容になってきます。踏まえてもう一度最終4行、不動産は土地の持つ抽象的な自然的人文的特性に照合、つまり対応した具体的な特定の自然的人文的条件を予見前提として利用されることによって、その社会的経済的な有用性、要はこれ経済価値が認められるんだ。そして前提とする諸条件の変化に伴って利用形態、その社会的経済的な有用性、経済価値も変化するんだとの内容ということになってきます。
はい、では続いて不動産の特性ですね。6ページ下の基準見てください。はい、不動産の地域性ですね。そういった特性確認していきます。はい、6ページ下基準。不動産はまたその自然的条件、人文的条件の全部また一部を共通にすることによって他の不動産ともにある地域を構成し、その地域の構成分子としてその地域との間に依存補完等の関係に、およびその地域内の他の構成分子である不動産との間に共同代替競争等の関係に立ち、これらの関係を通じてその社会的及び経済的な有用性を発揮するのである。不動産の地域性と言います。要は不動産というのは一匹狼的に価格が形成されるんじゃなくて、7ページ図のところを見ていただきまして、同じような使われ方をしている不動産同士が集まって一定の地域を構成して、その地域との間に依存補完の関係に立ち、さらに地域内の他の不動産との間に共同代替競争等の関係に立って、これらの関係を通じて不動産の価格というのは形成されるんで、要は地域との関わり合いの中で不動産の価格というのは形成されるんだというのが不動産の地域性です。なので不動産の地域性、簡潔に言うならば、はい、画面見てください。不動産の地域性というのは、不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まる、これが不動産の地域性の意味する内容ということになってきます。では不動産の価格に影響を与えるこの地域の特性ですね、どのようなものが考えられるかといいますと、では7ページ下説明文のところを見てください。地域の特性と書かれている説明文のところを見てください。では2行目真ん中から見てください。2行目真ん中、自然的条件を共通にして構成される武蔵野台地、最上川流域等といった地域や行政により区画される東京都、8ページ、大阪府等の地域が考えられる、また日常生活品の小売店舗を中心として構成される丸々駅前商店街といった地域等も考えられる。このように地域を分別して認識する場合、その把握の観点の違いによって地域には種々のものが考えられ、一般に不動産は異なった観点から把握される地域に重なって属しているのであるとなっています。最終2行アンダーラインかなんかでマークをしてください。一般に不動産は異なった観点から把握される地域に重なって属しているというところをマークをしてください。一般に不動産は異なった観点から把握された地域に重なって属しているんだということになってきます。つまりは今これ収録しているのは東京23区内中野区内のレック本社ビルなんですけど、ね、この不動産というのは例えば自然的条件という観点からすると関東平野に属していまして、続いて行政区画という観点からすると東京23区中野区に損していまして、あとは交通体系という観点から捉えると東京はこれ東西にこれ中央線というのが走っているんですけど、これ中央線沿線沿いであります。つまり異なった観点から地域に重なって属しているのが不動産なんだということになってきます。はい、まずはね、不動産特徴ですね、一通り土地の特性も含めて一通り、ね、確認していきました。はい、ちょっと一旦ここで切っていきます。はい、以上をもちまして第一ユニット講義の方を終了いたします。はい、で第二ユニット講義の進めていきましょう。で今度続いて8ページ下見てください。今度は不動産の価格の特徴ですね、全部4つ出てきます。価格の特徴を確認していきます。では1つ目8ページ下括弧1というところを見てください。価格の特徴の1番目です。括弧1、不動産の経済価値は一般に交換の対価である価格として表示されるとともに、その用益の対価である賃料として表示されます。不動産の経済価値は交換、要は売買、手に入れることの対価であります。価格として表示されるとともに、その用益、これ使用収益の略です。要は借りることの対価である賃料としても表示されるんだということです。不動産の経済価値は交換、売買、手に入れることの対価であります。価格として表示されるとともに、用益、使用収益、借りることの対価であります賃料としても表示されます。でこの価格と賃料には根本的な違いがありまして、9ページ上説明文のところを見てください。で価格というのは本文、不動産の価格は不動産が存続する全期間にわたって使用収益できることの対価です。はい、全期間というところマークをしてください。これ売買、手に入れたら一生もん自分のものとして使い続けることができるわけですね。つまり価格というのは不動産が存続する全期間に対応した価値概念ということになってきます。で対比的に賃料を見てください。不動産の賃料は上記全期間のうち一部の期間に対応した価値概念ということになってきます。一部の期間マークしてください。皆さんアパートマンションを借りて月額の賃料とか払ったりしてますよね。それは1ヶ月間使用収益できることの対価として支払っていますので、賃料というのは一部の期間に対応した価値概念なんだ、
価格と賃料の根本的な違いはこの前提とする期間が全期間なのか一部の期間なのか、これね大きな違いということになってきます。でこの違いがこの後さまざまな議論の理論的根拠になってきますので、この、ね、価格と賃料のこの根本的な違いですね、期間概念が全期間と一部の期間で違うんだってことはね、これしっかりと押さえておいてください。でこの価格と賃料との間には一定の関係が認められます。もう一度8ページ下戻ってください。はい、では2行目最後、そしてから見てください。そしてこの価格と賃料との間にはいわゆる元本と果実との間に認められる相関関係を認めることができるとなっています。はい、マーカーしてください。下から2行目、元本と果実との、少し飛ばして相関関係とかですね、元本と果実との相関関係、合わせて相関関係の前に繊維のって言葉を、ね、挿入しておいてください。メモ書きしておいてください。元本と果実の相関関係、マークを押していただいて、相関関係の前に繊維のって言葉ね、メモ書きしておいてください。価格と賃料との間には元本と、まあ、利子のようなもの、ね、果実との間の性の相関関係が認められるんだということになっていきます。どういったことかというと、9ページこの時系列的な図のところを見てください。要は前期間に対応した元本である価格が上昇した場合には、一部の期間に対応した果実であります賃料も上昇するでしょうってことです。逆に一部の期間に対応した果実であります賃料が下落した場合には、その大元であります前期間に対応した元本である価格も下落するでしょうってことです。一方が増えれば他方も増える、もしくは一方が減れば他方も減る、そういった関係のことを元本果実の性の相関関係と言います。で価格と賃料との間にはそういったね、元本果実の相関関係が認められるので、下を映っていただきまして、ってことはしっかりと果実であります賃料を把握すれば、この相関関係を使って元本である価格を求めることができるんじゃないか、逆に元本である価格をしっかりと把握すれば、この相関関係を使って果実であります賃料を求めることができるんじゃないかって議論につながっていきます。7章で価格賃料を求める手法というものを学びます。でその価格賃料を求める手法の中で、この元本果実の相関関係に着目した手法というのが3手法出てきます。今はね、具体的な手法の名称とか覚えなくていいので、あの7章価格賃料を求める手法の中で必ずこの元本果実の相関関係に着目した手法はって方出てきまして、この9ページに戻ってきますので、今は価格賃料を求める手法の中でこの元本果実の相関関係に着目した手法というのがあるんだってことはですね、覚えておいてください。まずこれ価格の特徴の1番ということになってきます。続いて2番ですね、10ページ進んでください。はい、価格の特徴の2番確認していきます。で、括弧2というところを見てください。不動産の価格または賃料は、その不動産に関する所有権、賃借権等の権利の対価または経済的利益の対価であり、また2つ以上の権利利益が同一の不動産の上に存する場合には、それぞれの権利利益についてその価格または賃料が形成されうるとなっています。最後、うるというところをマークをしてください。形成されうるのうるというところをマークをしてください。まず前半ですね、不動産の価格賃料というのは、権利利益の対価なんだってことです。まあ、何が権利で何が利益なんて聞かれませんので、もう権利利益で一つのワードだと思ってください。価格賃料というのは権利利益の対価です。で、後半が重要で、2つ以上の権利利益が同一不動産上に損する場合があって、その場合にはそれぞれの権利利益について価格が形成されることがありますよ、まあ、逆に言うと必ずしも形成されるわけじゃないんだということを表している表現がこの形成されうるですね、うるという表現になっています。同一不動産上で2つ以上の権利利益が損する場合には、それぞれについて価格が形成されることがありますよ。必ず形成されるわけじゃないんだ。との意味内容がこの形成される価格の特徴の2番ということになってきます。はい、で続いて価格の特徴の3番ですね。下を映ってください。
はい、じゃあカッコ3というところを見てください。カッコ3、不動産の属する地域は固定的なものではなくて、常に拡大縮小集中拡散発展衰退等の変化の過程にあるものであるから、不動産の利用形態が最適なものであるかどうか、仮に現在最適なものであっても時の経過に伴ってこれを持続できるかどうか、これらは常に検討されなければならない。したがって不動産の各また賃料は通常過去と将来とにわたる長期的な航路のもとに形成される。今日の各また賃料は昨日の展開である明日を反映するものであって、常に変化の過程にあるものであるとなっています。先ほど不動産の地域性、不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まっていきます。じゃあ地域というのは固定的なものかというと、そうではなくて常に変化の過程にあります。なので変化する地域の特性の影響を受けて、最終業価格も常に変化の過程にあるんだとの内容が価格の特徴の3番ということになってきます。地域は固定的なものじゃなくて常に変化の過程なので、その影響を受ける価格も常に変化の過程にあるというのが価格の特徴の3番で、ここからの結論として、なので鑑定評価にあたっては様々な事柄について動態的に把握していくべきとの、ね、結論につながっていきます。価格は常に変化の過程になるので、評価にあたっては様々な事柄について動態的に把握すべきという結論につながっていきます。なので担当の問題で現状のみを把握すればいいとか、将来は重視しなくてもいいとか、そういったニュアンスの足が出てきた場合にはそれ誤りの可能性が高いということになってきます。で、今までの価格の特徴の1から3ですね、3つというのは抽象的な価格についての特徴だったんですが、最後4番目は現実の価格の特徴が示されています。11ページカッコ4というところを見てください。これ現実の価格の特徴が4番目という形で示されています。カッコ4、不動産の現実の取引価格等は取引等の必要に応じて個別的に形成されるのが通常であり、しかもそれは個別的な事情に左右されがちのものであって、このような取引価格等から不動産の適正な価格を見出すことは一般の人には非常に困難である。したがって不動産の適正な価格については専門家、どちらの不動産鑑定士の鑑定評価活動が必要となるものであるとなっています。これ現実の取引価格等との特徴が示されています。市場で現実に実際に成立した取引価格等々というのは、2行目、個別的な事情のもと個別的に形成されるんだってことです。要は売り急ぎ買い進み、そういった個別的な事情のもとで割高割安で形成されていることが多々あるんだってことですね。つまり価格の特徴の4番、一言で言うならば、はい、下の説明文4行目、必ずしもその不動産の適正な価格を表しているとは限らないというのが価格の特徴の4番ということになってきます。4行目マークをしておいてください。価格の特徴の4番、現実の価格の特徴というのは一言で言うならば、4行目、必ずしもその不動産の適正な価格を表しているとは限らない、そういった特徴ということになってきます。で、この4番目だけは結論もしっかりと基準で示されていまして、そういった現実の取引価格等々から誰しもが納得する適正な価格を一般の人が見出す、求めることができるかというと、それは非常に困難なんだ。なので適正な価格については専門家、プロであります我々鑑定士の鑑定評価活動というのが必要となってくるんだとの結論が示されています。はい、以上価格の特徴ですね、4つ、これいずれも重要ですので、しっかりとね理解をしておいてください。では12ページ進んでください。はい、第3節、不動産の鑑定評価、行為そのものですね。さまざまな観点からの鑑定評価の意義がこの12ページ基準の中に示されていまして、それを取り出したものが13ページ、この上の説明文のところを見てください。5つの観点からの鑑定評価の意義がですね、丸1から丸5。5番目は4章で学ぶべき内容なんですけど、ここで合わせて確認していきます。では1つ目、丸1。1番目の鑑定評価の意義はこれ形式論ですね。形式論、形式という観点からの鑑定評価の意義が示されています。1番目はこれ形式論です。形式という観点からの意義が示されています。1、不動産の鑑定評価はその対象である不動産の経済価値を判定し、これを貨幣額をもって表示することであるとなっています。対象である不動産、これ対象不動産というんですが、対象不動産の経済価値を判定し、いくらいくらという金額、貨幣額をもって表示することが鑑定評価なんだ。これ形式論としての鑑定評価の意義ということになっていきます。続いて丸2、丸2は役割という観点からの鑑定評価の意義が示されています。丸2の鑑定評価の意義は役割という観点からの意義が示されています。丸2、不動産の鑑定評価はこの社会における一連の価格秩序の中で、その不動産の価格及び賃料がどのようなところに位するかを指摘することであるとなっています。
世の中にはお米1俵いくらとか車1台いくらそういった一連の価格秩序があります。その中での不動産の価格賃料の適切な位置づけですね、どのようなところにするかを、ね、指摘するそういった役割を持っているのが鑑定評価なんだ。役割という観点からの鑑定評価の意義が丸2ということになってきます。続いて丸3、丸3はこれ市場代行機能です。丸3というのはこう市場代行機能という観点からの意義が示されています。鑑定評価というのは理想的な価格を求めるのが鑑定評価じゃなくて、市場で実際にある価格を市場に成り代わって求めていくのが鑑定評価です。市場代行機能を有しています。でその市場代行機能という観点からの意義がこの丸3の意義ということになってきます。丸3、不動産の鑑定評価とは現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる市場で形成されるだろう市場価値を表する適当な価格を不動産鑑定士が的確に把握する作業に代表されるものであるとなっています。鑑定評価というのは理想ではなく現実の社会経済情勢の下で合理的な市場で形成される誰しもが納得する適正な価格を市場に成り代わって不動産鑑定士が把握する作業7、これ市場代行機能という観点からの鑑定評価の意義ということになってきます。続いて4番目丸4、丸4は主体です、まあ、行為主体、主体という観点からの意義が丸4で示されています。丸4、不動産の鑑定評価とは不動産の価格に関する専門家の判断であり意見であるとなっています。鑑定評価というのは、まあ、鑑定士専門家の判断意見を表明するものなんだということです。判断意見を入れて構わないので、つまり同一の不動産について同一の依頼目的条件で複数の鑑定士に依頼して求められた鑑定評価額が異なる鑑定評価額になったとしても、そのこと自体は問題ないんだということになっています。鑑定評価というのはそれぞれの鑑定士の判断意見を、ね、入れて介在させて構わない、そういったものですので、同一の不動産について同一の依頼目的条件で別々の鑑定士評価を依頼して求められた鑑定評価額とは鑑定評価額が異なった額になったとしても、そのこと自体は問題ないんだということになってきます。では5番目はこれ家庭という観点からで、まあね、価格形成過程ですね、家庭という観点からの意義です。丸5、不動産の鑑定評価はその不動産の価格の形成過程を追求し分析することを本質とするものであるとなっています。丸3で鑑定評価は市場代行機能をすると説明しましたね。市場での価格形成過程に成り代わって鑑定士が適正な価格を求める作業を鑑定評価、なので鑑定評価にあたっては市場の価格形成過程を追求分析する必要がありまして、それを本質とするものが鑑定評価なんだ。家庭という観点からの意義が丸5ということになってきます。はい、さまざまな観点からこれ鑑定評価の意義ということになってきます。では14ページ、はい、最後の接点、第4節という不動産鑑定士の責務、まあ、行為主体であります鑑定士に課せられている責任義務、責務を学んでいきます。責務は3つのブロックから成り立っています。まずは第1ブロックは4行目まで、第1ブロック4行目までが第1ブロックです。第1ブロックはどういった観点からの要請かというと、1行目マークしてください。土地基本法という法律名マークをしてください。1行目土地基本法をマークをしてください。第1ブロックは土地基本法からの要請責務が示されています。土地基本法、これ行政法規で学ぶ法律です。これバブルの頃にできた法律で、例えば2行目特に投機的取引の対象とされてはならない、こういった土地についての基本理念が示されています。なので鑑定士もそういった基本理念に即して評価を行わなければならないとの責務が第1ブロックということになってきます。そして第2ブロックは5行目から下カッコ1ってありますね、その2つ上さらにと表現あります。その前までですね、5行目からさらにの前までがこれ第2ブロックということになっていきます。第2ブロックはどういった観点からの責務が示されているかというと、では6行目法律ですね、やっぱり法律名マークをしてください。不動産の鑑定評価に関する法律、こちらマークをしてください。法律名、不動産の鑑定評価に関する法律マークをしてください。第2ブロックは不動産の鑑定評価に関する法律からの要請責務が示されています。こちらの法律も行政法規で学ぶ法律ということになっていきます。不動産の鑑定評価に関する法律で専門家としての地位が鑑定士に認められています。なので地位に見合った責務を負うでしょうってことです。例えば誠実な鑑定評価を、ね、実践することによって社会の信頼と期待に報いなければならないとか、ね、こういった責務を負っています。で第2ブロックで試験対策上重要なのは守秘義務です。鑑定士にも守秘義務が課せられています。でその文章はさらにってところの、ね、上2行
正当な理由があったところから見てください。ここから守秘義務が示されています。正当な理由がなくてその職務上知り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。これ鑑定士に課せられている守秘義務です。正当な理由がなくて、こちらのキーワードマークをしてください。正当な理由がなくてマークをしてください。正当な理由がなくて知り得たことを、ね、公表してはならないんだと守秘義務が課せられています。なので例えば依頼者からの要請であったとしても正当な理由がなければ依頼者に示してはならないことになりますし、ただ正当な理由があればいいので、例えばいかなる場合においても知り得たことを、ね、示してはならないというのも誤りということになってきます。この守秘義務は行政法規の方でも学ぶべき内容ということになってきます。で第3ブロックがさらに以降ですね。さらに以降は学んでいる、ね、不動産鑑定法が基準からの要請責務が示されています。守るべき5つの遵守事項が示されています。例えば括弧に見てください。前半、依頼者に対して鑑定評価の結果を分かりやすく誠実に説明を行えるようにしなければならない。こう説明責任が示されています。あとは括弧3見てください。不動産の鑑定法にあたっては事故または関係の利害のみその他いかなる理由に関わらず公平妥当な態度を保持することになっています。今鑑定業界で、ちょっと問題されているのはこう依頼者プレッシャーって、ね、そういった問題があります。依頼者からこうプレッシャーですね、例えば、ね、安い金額で鑑定評価を出してくださってプレッシャーを受けてそれに迎合してしまって安い金額で評価して不当鑑定というね、そういったね、ことが問題になっています。確かに報酬をもらうのは依頼者からなんですけど、ただ鑑定士は依頼者等々の利害の有無その他いかなる理由にかかわらず常に公平妥当な態度を保持して誰しもが納得する適正な価格を求めるのが鑑定評価です。依頼者の利益になるような評価を行うのが鑑定評価ではないんだということになってきます。で、括弧読みてください。不動産の鑑定法にあたっては専門職業家としての注意を払わなければならないんだってことです。プロである以上プロとしての注意を払いなさいということになっていきます。で、試験対策上重要なのは15ページの5番目の遵守事項です。括弧5というところを見てください。括弧5、事故の能力の限度を超えていると思われる不動産の鑑定を引き受け、また縁故もしくは特別の利害関係を有する場合と公平な鑑定評価を害する恐れのあるときは原則として不動産の鑑定評価を引き受けてはならないこととなっています。まあ、これ受託責任が示されているんですが、ね、下から2行目原則としてって文言をマークをしてください。原則としてマークをしてください。利害関係がある場合には原則評価引き受けてはならない。まあ、逆に言うと一定の場合には例外的に鑑定評価利害関係があっても引き受けることができる、そういったことを表しているのがこの原則としてって文言になっていきます。で、この原則としてって文言は簡単に間違いの足を作れる、ね、そういった表現になってまして、はい、画面見てください。間違いのパターンとしてね、2パターンです。まずは原則例外逆パターンです。こんなパターンです。特別な利害関係をし、公平な鑑定を害する恐れがあるときにおいても、公平妥当な態度を保持していれば、原則として不動産の鑑定を引き受けても構わない。原則、引き受けてはならないということですね。これ原則例外逆になっている誤りなしということになっていきます。で、もう1パターンが例外なしパターンです。不動産鑑定士は常に公平妥当な態度を保持しなければならず、特別な利害関係をする場合はいかなる場合だっても不動産の鑑定が引き受けたならない。あくまで原則としてってことで一定の場合には引き受けることができますので、いかなる場合であってもとなっているこれ例外なしの誤りのパターンですね。このように簡単に間違いなし作れますので、この後も原則としてって文言はねいっぱい出てきますので、担当で狙われやすい、ね、ポイントになってきますので、ここはしっかりと意識して押さえていくようにしましょう。はい、以上1章ということになっていきます。で、1章はこう2章以降の具体的な概念を学んだと必ず1章に戻ってきた時に、あ、そういえば1章でこんなことやったなと思い出せるようにしておくのが1章の復習のポイントということになってきます。はい、では次の章移っていきましょう。17ページ進んでください。はい、17ページ進んでください。はい、総論第2章、不動産の種別及び類型、これ分類概念ですね。分類概念、種別類型学んでいきます。では18ページ進んでください。はい、でまずは基準の最終産業ですね。最終産業を見てください。18ページ基準最終産業を見てください。不動産の種別とは不動産の用途に関して区分される不動産の分類を言い、不動産の類型とはその有形的利益や権利関係の対応に応じて区分される不動産の分類を言うとなっています。マーカーしてください。まずは下から3行目、種別というところと用途というところをマークをしていただきまして、
で、対比的に色を書いていただいて、下から2行目、類型というところと、あとは有形的利用、権利関係の対応、対比的にマークをしてください。種別と用途。で、対比的に類型、有形的利用、権利関係の対応、マークをしてください。はい。で、不動産の種別というのは、用途。用途というのは、使われ方です。住宅としてとか、店舗としてとか、それで使われ方、用途に関する分類概念が不動産の種別です。一方、不動産の類型というのは、まず、有形的利用。これは、建物のあるなしということです。で、権利関係の対応というのは、第三者の権利のあるなしです。不動産の類型というのは、有形的利用、建物のあるなし、権利関係の対応、第三者の権利のあるなしに応じた分類概念ということになってきます。で、この種別類型をね、含んだ上位の概念がありまして、すぐ上の段落ですね。上から4行目から見てください。不動産の種類とは、不動産の種別及び類型の2面からなる複合的な不動産の概念を示すものであり、この不動産の種別及び類型が不動産の経済価値を本質的に決定づけるものであるから、この両面の分析もあって初めて精度の高い不動産の鑑定評価が可能となるものであるとなっています。もう種別の種と類型の類を取って合わせて種類と言います。つまり種類というのは、種別類型からなる複合的な概念、要は上位の概念が種類です。種別類型を含んだ上位の概念が種類と言います。で、この不動産の種類は種別類型というのが不動産の経済価値を本質的に決定づけるので、両面の分析を行うことが精度の高い鑑定評価につながってくるんだということになってきます。じゃあまずはこの不動産の種別の方から確認していきます。19ページ移ってください。はい、第一節、不動産の種別ですね。で、初めて点々ですね。留意事項が出てきています。では留意事項。不動産の種別の分類は、不動産の鑑定評価における地域分析、個別分析、鑑定評価の手法の適用等の各手順を通じて重要な事項となっており、これらを的確に分類整理することは、鑑定評価の精密さを一段と高めることとなるものであるとなっています。これ何言ってるかというと、先ほどこの18ページの基準の第2段落ありますね。種別類型というのが経済活動の本質を決定づけるので、両面の分析は精度の高い鑑定につながってくるんだ。この内容を改めて不動産の種別について述べているのが、この留意事項の意味する内容ということになってきます。で、不動産の種別は大きく2つの種別に分かれてきまして、それがすぐ下、ローマ数字値、地域の種別というものと、で24ページ見ていただきまして、24ページ上、ローマ数に土地の種別ですね。不動産の種別は地域の種別と土地の種別に分かれていきます。まずは地域の種別、19ページ見てください。はい、では1行ほどの基準のところを見てください。基準、地域の種別は宅地地域、農地地域、林地地域等に分けられるとなっています。地域の種別は大きな分類、大分類として、まず宅地地域、農地地域、林地等に分かれてきます。トップバッター、この宅地地域から確認していきます。20ページ進んでください。はい、まずは宅地域から確認していきます。基準、宅地域とは居住、商業活動、工業、生産活動等のように供されている建物、構築物等の敷地のように供されることが、自然的、社会的、経済的、行政的観点から見て合理的と判断される地域を言い、住宅地域、商業地域、工業地域等に細分されるとなっています。この宅地地域の宅という漢字は、これ建物という意味です。つまり宅地地域というのは、1行目最後、建物の敷地のように供されることが合理的と判断された地域のことを宅地地域と言います。で、どんな建物かによって宅地地域が住宅地域、商業地域、工業地域等に細分されます。つまりは1行目、居住のように供される建物、戸建て住宅だったりマンション等々の敷地のように供されることが合理的と判断された地域のことを住宅地域と言いまして、そうじゃなくて商業活動のように供される建物、店舗だったり事務所の敷地として使われることが合理的と判断された地域のことを商業地域と言いまして、じゃなくて工業生産活動のように供された建物、工場等々の敷地のように供されることが合理的と判断された地域のことを工業地域というんだということになってきます。最終2行、さらに住宅地域、商業地域、工業地域等についてはその規模、構成の内容、機能等に応じた細分化が考えられます。さらなる細分化が考えられるんだということになっていきます。で、このうち住宅地域と商業地域の細分類については留意事項で具体的に示されています。はい、さあ留意事項を移ってください。まずは住宅地域の細分類ですね。丸1から丸4、4つ示されています。はい、まずは丸1から、
丸1、敷地が広く、外国各地が整然とし、植生眺望景観等が優れ、建築の施工の質の高い建物が連綻し、良好な近隣環境を形成すると、居住環境の極めて良好な地域であり、従来から名声の高い住宅地域となっています。敷地が広く、街並みが整然とし、街路樹が植えられていると、植生と、あと眺望、景観、自然環境が優れ、で、立派な建物が連綻立ち並んでいて、で、居住環境の極めて良好な、従来から、昔から長通った住宅地域。これは、いわゆる、横見出しコメントのところ、いわゆる有料、これ、高級住宅地域のことを、丸一は表しています。東京ですと、例えば田園調布とか成城とか、まあ、関西ですと芦屋とか、あとは九州福岡とかですと、例えば大堀公園の周辺とか、まあ、そういったイメージということになってきます。いわゆる有料高級住宅地域が丸一ですね。で、丸二、敷地の規模や建築の施工の質が標準的な住宅を中心として形成される居住環境の良好な住宅地域、まあ、標準的な住宅地域、例えばサザエさん家の周りみたいな、そんなイメージって感じですね。丸三、比較的強小な戸建て住宅と共同住宅が密集する住宅地域、または住宅を主として店舗、事務所、商工場等が混在する住宅地域、狭い住宅が密集している長屋的な住宅地域だったり、住宅を主としつつも工場なんかが混ざっているような混在住宅地域ですね。で、丸四、土地の通勤圏の内外に関わらず、在来の農家住宅等を主とする集落地域及び市街地的形態を形成するに至らない住宅地域、まあ、農家集落地域だったり、ぽつりぽつりとしか家がないような、そういった住宅地域がね、後半ということになってきます。で、他の省との関連で特にイメージを持っていただきたいのはこの丸一ですね。いわゆる有料高級住宅地域は、ね、ちょっとイメージを持てるようにしておいてください。続いて商業地域、細分類が5つあります。で、そのうちまず丸一見てください。丸一、高度商業地域です。本文、高度商業地域は例えば大都市東京23区政令指定都市等の都市または副都市によって広域的商業を有し、比較的大規模な中高層の店舗事務所等が高密度に集積している地域を言います。都心等々にあって、大規模な中高層の店舗事務所が密集している商業地域のことを高度商業地域と言います。で、この高度商業地域がさらに3つに細分類されます。まず1つ目、あ、一般高度商業地域です。本文、主として繁華性、収益性等が極めて高い店舗が高度に集積している地域です。店舗メインの高度商業地域のことを一般高度商業地域と言います。東京ですと銀座が代表例ですね。関西ですと心斎橋あたりとかがね、この一般高度商業地代表例ということになってきます。はい、続いて2つ目の細分類ですね。いのところを見てください。21ページ、業務高度商業地域です。本文、主として行政機関、企業、金融機関等の事務所が高度に集積している地域です。事務所メインの高度商業地域のことを業務高度商業地域と言います。東京ですと丸の内、大阪関西ですと淀屋橋とか、そのあたりになってきます。で、3つ目、う、複合高度商業地域です。店舗と事務所が複合して高度に集積している地域ということになってきます。まあ、東京です、そうですね、表参道とか青山あたりでしょうかね。大阪関西ですと梅田あたりが、まあ、この複合高度商業地域みたいな感じだと思います。で、これ紛らわしいですね。一般業務複合、紛らわしいものは全てを覚えようとするんじゃなくて、まずは一つを固めるということです。なので、これね、2つ目、業務高度商業地域の業務の無というところをマークをしていただいて、丸かなんかしていて、で、事務所の無というところを丸かなんかしていただいて、事務所メインの高度商業地域なので業務高度商業地域という形で、まだね、1つ固めるようにしてください。紛らわしいものはね、まずは、ね、1つ固めるということになってきます。はい、続いて高度商業地域で、その他ですね、あ、商業地域の細分類でやっぱイメージを持っていただきたいので、22ページ、はい、マリオン、近隣商業地域というところを見てください。本文、主として近隣の居住者に対する日用品等の販売を行う店舗等が連帯している地域を、ね、近隣商業地域と言います。まあ、近所の商店街みたいなイメージが近隣商業地域です。重要な知識がありまして、下の説明文、近隣商業地域は都市計画で定められている近隣商業地域と必ずしも一致するわけではないんだということになってきます。はい、今読んだところマークをしてください。都市計画で定められている近隣商業地域と必ずしも一致するわけではなくというところをマークをしてください。もう一方の科目、行政法規で計画的な街づくりのための法律、都市計画法という法律を学びます。
その中で行政サイドがこの地域はこういった使い方をしてほしいという形で用途地域というのを定めます。その用途地域の中に全く同じ名称の近隣商業地域というのが出てくるんですけど、これ名称はね同じなんですけど、これ似て非なるものってことですね。要は都市計画法上の用途地域としての近隣商業地域というのは、行政サイドが計画的な街づくりのために判断するのがこの都市計画で定められている近隣商業地域。一方、地域の種別としての近隣商業地域は、適切な鑑定評価額を求めるために、鑑定評価の立場から不動産鑑定士が判断するのが、この地域の種別としての近隣商業地域です。立場が違うので、名称が同じでも必ず一致するとは限らないんだということになってきます。では、商業地域の細分にもう一つ、下丸ごというところを見てください。郊外路線商業地域です。本文、都市の郊外の幹線道路、国道、都道府県道等沿いにおいて店舗、営業所等が連帯している地域となっています。要は郊外の大きな通り沿いにした、ファミレスとか大きな自動車販売店とか大きな本屋さんとか立ち並んでいる、こう駐車場がしっかりと完備されている、車で行くような商業地域ありますね。それがこの郊外路線商業地域ということになっています。やはり商業地域の細分類5つ出てくるんですけど、この中でやっぱり、ね、他の省との関連でイメージを持っていただきたいのはこの郊外路線商業地域で丸4、近隣商業地域で20ページ、この細分類も含んだ高度商業地域ですね。この3つは他の省との関連でしっかりですねイメージ持てるようにしておいてください。でもう一度19ページ戻っていただきまして、19ページ、まあ、用途に関する分類概念、不動産の種別、大きく地域の種別と土地の種別に分かれてきまして、で地域の種別、まず大きな分類として宅地地域、農地地域、林地域と分かれていきます。でまずはトップバッター細分類も含めて宅地地域一通り確認しましたので、残り2つ農地地域、林地地域簡単に触れていきます。これかなりランクを落ちます。本当に軽くで大丈夫です。22ページ、はい、下農地地域というのは、これ耕作ってあります。要は耕すことが合理的と判断される地域のことを農地地域と言います。一方林地地域というのはこう牧畜ってあります。要はね、樹木を生育育てることが合理的と判断される地域のことを林地地域と言うんだということになる。まあ簡単で大丈夫です。で地域というのは固定的なものでなくて常に変化の過程にあります。じゃあ変化している地域の種別はどのように判定すべきかって議論がありまして、それが23ページ、この転換または移行される地域という概念が出てきます。これ地域の種別の動態的な把握が示されています。本文、なお宅地地域、農地地域、林地域との相互間においてある種別の地域から他の種別の地域へと転換したる地域、ここまでまず1つ目の地域ですね、および宅地地域、農地地域との内にあって細分されたある種別の地域からその地域の他の細分された地域へと移行したる地域があることに留意すべきであるとなっています。前後半で2つの地域が出てきて、これ階層の違いです。まず前半、宅地地域、農地地域、林地、こういった大分類間の相互間間において用途が変化している地域のことを転換しつつある地域と言いまして、じゃなくて2行目最後、宅地地域、農地地域、こういった大分類間の内側、内にあって細分された地域間、細分類間で用途が変化している地域のことを移行したる地域というんだということになってきます。下の図のところを見てください。これ一つの例なんですけど、例えばね、左から大分類間で農地地域から宅地地域、これ大分類間の間、相互間において用途が変化している地域のことを転換しつつある地域と言いまして、じゃなくて大分類間、宅地地域の内側にあって、大分類間の内側にあって細分された、例えば住宅地域から商業地域へと用途が変化している地域のことを移行しつつある地域と呼ぶんだということになってきます。階層の違い、大分類間の概念で、大分類間の中の内にあっての細分類間の概念ですね。そういった階層の違いを示しています。でこのマーカー、相互間において転換ですね、で内にあっていこうですね、こう対比的にマークをしていただきたいんですが、相互間において転換、内にあっていこう、ね、このペアをしっかり押さえることがポイントになっていきます。相互間において転換で内にあっていこうですね。
当然本試験ですとこれたすきかけにするような誤りなしが出されます。例えば相互間においてなのに移行せる地域となっていたらね、そういったたすきかけの誤りが出ますので、紛らしいものはどちらか一つということですね。これうちにあって移行ですので、語呂合わせ的にこう、うちに行こう、おうちに行こうみたいな形で、うちに行こうって形で、また一つですね、これ固めるようにしてください。うちに行こうって形で、まずはね、一つ固めるようにしてください。はい、以上、地域の種別ということになってきます。はい、一旦じゃあここで切っておきます。はい、以上をもちまして、第2ルート講義の方終了いたします。